道伝愛子は NHK 国際報道局チーフプロデューサー兼解説委員元アナウンサー東京都文京区小石川出身国際キリスト教大学高等学校上智大学外国語学部英語学科卒業後1988年4月入局アナウンサー職として総合テレビのメインニュース番組を担当し新人時代に担当したサンデースポーツでは NHK 発の女性スポーツキャスターとして扱われた。1994年8月からアメリカ合衆国ニューヨークに派遣され、コロンビア大学大学院に留学し、ジャーナリズムを専攻。1996年、同大学大学院にて国際法、国際政治選考集志望取得。2000年6月7日付人事にて万国支局へ移動。局としては初めての アナウンサー特派員として2年間駐在。2004年に帰国し、アナウンサー室に復帰。チーフアナウンサーとして、BS の番組を担当。2007年6月の人事にて、解説委員室に移動。バンコク支局に駐在していたため、東南アジア及び途上国の開発の課題担当の解説委員となる。また、アナウンサー職をしていたため、チーフプロデューサーではあるが、 NHK ワールド TV の番組キャスターを担当。また、日本国際政治学会、英国国際戦略研究所の会員でもあり、2005年11月には、第2回国連世界情報社会サミット、日本政府新前大使を務めた。ありがとうございます。